ヒデです。よろしくお願いします。今日はですね、映画のご紹介ですね。まあ映画といってもですね、もう随分前の映画なんですけど、ここ数年なんですけど、新作映画ばっかり追いかけてたですよ。うん、どっちかっていうと。で、まあ見れる数っていうのは1年間に見れる数っていうのは限られてますよね。でそこ、その限られた数をですね、新作映画に費やす時間がやっぱ多かったと思うんですよ。で今年は、去年はね、まあ半々ぐらいかな。去年はまあ三浦春馬くんのね映画とかたくさん見てたし、新作映画もまあ見てたんですけど、うん、今年はですね、その新作映画の見る数をちょっと減らそうかなと思ってて、うん、なんかね、振り返って考えると、あ、別に見なくても、わざわざね映画館に行って見なくてもいい映画を見てたりしてたかなっていうふうに思ったりしてたんですよ。うん、まあ別にそれはそれでいいんですけど、でも過去の作品でもっと見たい作品っていうのもたくさんあるんですよね。でそれがやっぱ見れてないんですよ。うん、まあやっぱいろいろね忙しいですから、日々生きてれば。だから、うん、限られた時間の中で、うん、どれだけその自分の好きな作品が見れるかなっていうふうに考えた時に、新作ばっか見てるとやっぱり時間がやっぱ取られてしまう。まあ移動時間とか、まあその準備とかね、映画館に行くまでの時間とか、映画館から帰ってくる時間、そういったこともあるし、うん、まあ結構時間取られるわけじゃないですか。だったら、今ねすごい便利な世の中になったんで、世の中にあったんで、配信だとか、うん、まあもちろんレンタルとかね、そういうので手軽に見れるようになったんで、もっとね、見たかった作品を中心に見てみようかなと思ったんですよ。うん、もうね、この先好きな作品、例えば同じ作品でも何回見れるかなっていうふうに思ったりするようになってしまったんですよ。うん、この作品はめちゃめちゃ好きで、今後も見たいなと思っている作品もなかなか見れてないんですよね、2回目も。だからだったら、ね、映画館に行ってそんなに見たくない映画でも見たりしてたなとか思って、まあその時間をですね、うん、もっと好きな映画の方に当ててみたいなっていう思うようになったんですよね。で、うん、そんなこともあってですね、今日は河瀬直美監督の作品を見ました。うん、河瀬監督がね、1997年に作ったのかな。うん、まあカンヌ国際映画祭でカメラドールという、まあ、新人監督に贈られるっていうような賞なんですけど、それを受賞した、しかも最年少で受賞した映画、うん、萌えのスザクという、うん、作品なんですけど、これ見たかったんですよ、ずっと。でも見れなくて、一昨年だったかな、河瀬監督の朝が来るという作品を僕は見てですね、
もうとても心打たれたんですよ。でかなり心打たれたんです。でこれは見るぞ、何回も見るぞと思ったけど見れてないんですよ。まあ映画館で見た、2回見たんだっけな、うん、それきり見れてなくて、で河瀬監督の作品も、うん、見たいなと思ってて、特にねこのまあデビュー作ってわけではないとは思うんですけど、これまあずっと若い頃から映画撮ってたらしいんで、まあ、どこからがスタートなのか僕はちょっと分かんないんですけど、まあカンヌ国際映画祭で、うん、まあ、新人監督賞として受賞したこの作品を、まあ、見たくて、そう 前々から借りていたんですよ、うん、でパソコンに落としてていつでも見れる状態にしてたんですけど、あこれじゃあいつまでたっても見れないなと思ったんで、今年はそういう風にしようと思ってまず見ました。大ちゃんまだね、まだたくさんたくさん見たい映画もあるし、2回目見たい映画もあるんで映画溜まっちゃってるんですけど、うん、これをまず見なきゃいけないと思って見たんですよ。そしたらやっぱすごい作品で、うん、これは、まあ、自分のね、見たという記念としても動画に残したいなと思って、ちょっとまあ感想みたいなものを言ってみたいなと思いました。うん、すごいね地味な作品なんですよ。で奈良のね、もともと河瀬監督は奈良県出身なのかな、まあまあもともと自分のふるさとをまあ残すような、あのねドキュメンタリー映画っぽいんですよ河瀬監督の映画ってね。うん、あの演技をするのがすごい嫌う監督で、どれだけまあ俳優さんを使ってもですね、うん、どれだけ自然に演技をさせるかみたいなところを追求するような監督 でまさにこの、うん、萌野須田君もそうなんですよ。で本当ドキュメンタリー映画かなと思うぐらいの雰囲気なんですよね。でこれ小野真知子さんが出てて、この小野真知子ちゃんもなんかね これがデビューというか、なんかそうなんか見かけた、うん、中学生だかに声をかけて出演させたという、だからこれが小野真知子ちゃんのデビュー作ってことになるんですよね。で国村淳さんとか出てるんですけど、ドキュメント何ですかね、本当自然なんですよ、演技っぽくないんですよね。それがまたいいっちゃいいんですけど、なんだろうな、だからいわゆるエンターテインメントとしての映画、商業映画っていうよりも、まあ、文学っぽいというか、うん、感じがするんですよね。うん、最初見た時にこの映画はなんか何の映画だか分かんなかったんですよ僕。2回見たんですね、うん、連続で2回見たんです。で1回目見た時に始まってもうなんか無駄なシーンが多いなとか、無駄なこの会話は必要なのかなみたいな感じで見てたんですよ。このシーンも 何が言いたいのかさっぱり分からなくて、でもだんだん後半に移っていくにつれなんか引き込まれていく自分がいるんですよ。引き込まれていって、
これは恋愛映画なのかなみたいな感じで見てたんですね。うん、まあ村のね過疎とかそういった、まあ、テーマがあるし、まあその中での小さな恋愛の物語、出会いと別れとかそういう、うん、映画なのかなと思ったんですよ。うん、ささやかなね幸せを描いているような、いわゆるドキュメンタリータッチでそういった、うん、生活を映し出すような映画なのかなと思って見てたんです。で、見終わった後にやっぱ心に残るものがあったんですよ。で、感動もしたんです。だけど初見で思ったのがテーマだとして、これがカンヌ国際映画祭の受賞した作品としてはテーマがどうなのかなと思ったんですね。いや、そんなどうもね、僕はいろいろ考えてしまうたちなんで、これはどうなのかなと思ったんですよ。でもこの作品として何かこう惹かれるものがあるのに、いまいちこうモヤモヤ感が残ったんで、もう連続でもう一回見たんです。最初からその2回目見た時に、もうほぼ始まってからですよ、もう始まってすぐですよ、全く違う映画のように見えたんですよ。全く違う映画というか、見える世界がまた違ったんですね。一回見た後に2回目見た時に、で、全てのシーン、さっき無駄だと思ってたシーンとかセリフとか、必要なのかなと思っていたセリフだとかシーンとか、もうそれがですね、いや、全て必要だっていうか、思い直したというか、とんでもない作品だなって思いながら見ました。2回目はなんちゅうこれ計算でやってたのみたいな感じ。いや、これ一つ一つのシーンがあまりにもこの映画を物語ってて、しかも無言で物語ってるんですよ。全く説明的じゃないです。まあドキュメンタリーっぽいっていうのがあってね。だけど、ただ単にカメラを回してるっていうような映画じゃないんだなと思ったんです。最初そんな風に思ってたんですよ。なんかね、カメラをずっと回して、それの必要なところを切り取ってね、編集して繋ぎ合わせたような映画なのかなとかいう風に見ていたのに、全然そんなことなくて、全て必要なシーンを必要なタイミングで繋ぎ合わせてるっていうのが、もう手に取るように分かって、なんじゃこれって思いながら見てましたよ。で、もちろん最初に思ってたテーマとか、印象とは全く違うものが自分の中に残って、もう中盤でね、すっげえなと思って、で、まあこれね、国村淳さん一家の話なんですよ。奥さんがいて、で、国村淳さんのお母さんがいるんですね。だからおばあちゃんで、国村淳さんと奥さんの娘が小野真知子ちゃんなんです。中学生。まあその幼少期もあるんですけど、で、国村淳さんのお姉さんの息子も一緒に住んでるんです。で、お姉さんはなんかどっか行っちゃって、なんかまあ母親だか母親らしい、母親なんだろうな、そのもう育児を放棄しちゃったようなお母さんのようなんですよ。で、余計があんまりどこに行ってんだか分かんないみたいな感じで、で、もう小さい頃からそのお姉さんの息子を育ててるんです。で、この5人の一家の話なんですけど、
すごいその微妙な一つ一つのね、これ話がすごいなんか長いスパンなんですよ。タイムスケールがすごい長いんですけど、もうね、なんだろうな、なんちゅう作品だと思う。なんちゅう作品をこの川瀬直美監督、27歳ぐらいなんですよ、これ受賞したのがね。27歳でこんな絵が作れるんだっていうぐらいに思っちゃいましたね。びっくりしました僕。うん、あの今村翔平監督とかがね、まあ、カンヌの映画で受賞したりしてますけど、さあ分かるんですよ、やっぱ年齢重ねていろいろ培ったものをね、うん、まあ映画にして、まあ今村翔平監督だけじゃないですけど、うん、まあたけしさんとかね、まあいろいろそれなりに人生経験してる人たちが、うん、まあ映画を作って、でそれで認められてっていうのは分かるんですけど、まさかねこのテーマっていうかこの話を若干27歳の川瀬直美監督が作ったっていうのはすごいなと思いました。うん、なんかね一瞬ね、なんか奈良山節子、今浦翔平監督がねカンヌ受賞した奈良山節子みたいな、もうちょっとこう現代に近寄ったようなテーマにも思えたんですよ。うん、あのね、そのとにかくまあ過疎が進んでるある村ですよね、村の話なんですけど、そのこの微妙な5人の人間のバランスっていうのが、そのシーンとかちょっとしたセリフとかちょっとした描写で、その人の心の内面を描くんですよ。でそれを見てる人たちはそれを見て、いろんな捉え方をすると思うんですけど、僕の捉え方で考えると、僕が捉えた考え方でその映画を見ると、なんていうのかな、とてもまあ日本人らしいというか深い感じがしたんですよ。それは別にそのなんか綺麗な映画とかじゃないですよ、僕は綺麗な映画だとは 思えなくて、この映画は綺麗な映画って大変ですけど、その青春、そのね純真無垢な少年たちが、うん、もうまっすぐな思いをぶつけ合ってっていうような映画ってあるじゃないですか。例えばそういう映画では全くなくて、その人間の考えることっていうのは深いもんだなって思ったような映画なんですよ。まずですね、物語の流れから言うと、まあこの5人が小さい頃から一緒に生活してて、まあだんだん年老いてくるわけじゃないですか。で国村純さんはその鉄道の仕事、してたんですよ。その村にね、新しい線路が引かれるっていうことでトンネルの開通の仕事をしたりとかしてたんですよね。なんですけど、それが計画が頓挫してしまうんですよ。そのってことは、その鉄道の仕事がなくなってしまった。で、でそれを知った、お父さんは働かなくなってしまうんですよね。で、じゃあ一体誰が家計を支えているのかっていうと、その大きくなった
そのお姉さんの息子、うん、なんですよ。 A ちゃんっていうね息子、うん、が町のその料亭みたいなところで働いてるんですよね、うん、でお金を入れてそのお金で一家を暮らしてるですよもう国村純さん演じるお父さんはね働かなくなっちゃって、うん、働かなくなったなんていうことは言わないんですけど映画の中で見ていればわかるんですよ。そういった描写もあるし、この無言のねカメラワークみたいな感じでわかるんですよ。それがで奥さんも体が弱いんだけど働きに行くって言い出したりとかするわけですよ。でうん、でそのうちに奥さんはまあもともと体が弱いのか、まあ、旅館で、ね、倒れちゃったりしてたりするんですよね。でそんなこんなでおそらくですよお父さんはいろんなことを考えたと思うんですよ。でそういった描写も出てくるんです。で村のそのなんだろうな、まあ、村の人たちで集まったりしてこう話するじゃないですか。なんて言うんですかもうなんか忘れちゃいましたけど会合みたいなところでね。で新しい新線のね建設がなくなってしまってもうここはこの村はもうどんどん過疎化していってしまうと。でこんな村じゃ嫁も来ないみたいな感じに話をするんですよ。なんかお偉いさんがそれをねじーっとお父さんは聞いてるんです、うん、もうなんだろう睨みつけるようなね虚空を睨みつけるような表情で聞いてるんですよ。でこれ何を考えてるのかなとかっていうふうなことを見てる人たちに思わせるようなシーンなんですよね。それで僕はねそのまあもう自分はもう働いてないし結局これは僕の勝手な想像ですよ。やっぱり一家計の負担になるっていうふうに思ったのかなと思ったんですよ自分っていうのは、うん、でまあこの間にねおばあちゃんの表情とかもいろいろあるんですけどでこの一家を支えている A ちゃんっていうのはその国村純さん演じるお父さんの奥さんに恋心を抱いてるんですよ。で恋心を抱いてるっていうのをおそらくお父さんは分かってたと思うんです。で自分の娘である小野真知子さん演じるみちる、この女の子は A ちゃんのことを好きなんですよ、うん、ずっと A ちゃんとねちっちゃい頃から仲良くしていた描写がちゃんと残されてるし、でもう中学生になった今も好きなんです、うん、でそういった、うん、いろんな描写シーンがあってそのお父さんの真夜中その、線路が新線の建設がなくなったっていう、それで奥さんが倒れてしまったっていう話を全て、見た、まあ、見るわけですね、うん、でその見せられた後にお父さんが真夜中真っ暗な闇の中でいろいろこう考えてるシーンが映るんですけど、僕はおそらくまあここで
これは分かんないですけど、うん、そのまあお父さんはね A ちゃんのこともすごい可愛がってたんですよ。可愛がってたし、だけど A ちゃんはもう一人の大人になってしまった、うん、で A ちゃんをもしかすると この生活を続けるのはきついと思ったんじゃないかなと思ったんです。まあ金銭面にしても、その例えば A ちゃんもいい年なんで奥さんもらうっていうこともできないんじゃないかなっていうふうにいろいろ考えると思ったんですね。考えたと思ったんですね。だけどこの A ちゃんの周りにいる2人っていうのは自分の奥さんと娘なんですよ。で、この奥さんと A ちゃんがどういう関係なのかっていうのは匂わせ映像も出ないんですけど、だけどもしかするとただならぬ関係なのかなっていうような、シーンはないんですけど、このカメラの撮り方はそういうことなのかなとか、とてもね心情をね巧みにこう映像に織り交ぜてくるんですよ。だから見てる方に考えさせてしまうんですよね。考えてしまうんですよ、見てる方は。だから、全然そんな描写は出てないんだけど、もしかするとそうなのかもしれない。あるいはその小野真知子ちゃんは演じるみちるは完全に A ちゃんのことが好きなわけです、で A ちゃんとみちるっていうのはいとこ同士なわけですよね、でいとこの結婚っていうのは、まあ、別に法律上問題ないわけですよ、まあ血が濃くなってしまうっていうのはあるんですけど、だけどこんな過疎の町で、こういった生活をしてる、で A ちゃんはもう大人ですしね、若い大人で、この先どうするのかとか、だんだん娘も大きくなってくるとか、もしかしたら自分の奥さんと A ちゃんがただならぬ関係であるのかとか、もしかするといろんなことを考えたのかもしれないです。僕はなんかそんな風に見てしまったんです。で結局ですね、お父さんは、死んでしまうんです。これも死因とかなんかそういう なぜ死んだかとか失踪したかとかっていうのがわからないんです。ただまあおそらく亡くなったんですよね。でその亡くなったのがその本人かどうか家族で確認しに行くわけですから、亡くなってるっていうのは間違いないと思うんですけど、僕は自殺なんじゃないかなと思ったんです。おそらくいろんなことを考えて、これはお父さんの計算かなと思ったんですね。で自分が亡くなることによって、奥さんと娘は今のいる家にいる必要がなくなるわけじゃないですか。そうすると必然的に出ていくっていうことになる。つまり A ちゃんと離れることになるっていう、まあ離れるっていう言い方もおかしいですけど、このお父さんからすると話すには自分が死ぬしかないのかなって思ったんじゃないかなと思ったんですね、で結局お父さん亡くなってそうなるんですよ。 A ちゃんと、小野真知子ちゃん演じる娘と
奥さんは奥さんの実家の方に帰っていくっていう話で終わるわけなんですけども、そのお父さんが亡くなってからこの二人が実家の方に帰るまでの間にですね、またいくつかドラマがあるんですよ、うん、それはやっぱりこの二人との話なんですね。で、とても意味深な、シーンっていうのがいくつかあって、その奥さんと A ちゃんが二人して雨の日にですね、うん、その神社のなんかこうどこか分かんないですけど雨宿りをするわけなんですよ、雨が止むまでね。でその間に何があったのかっていうのは全く描写しないんです。だけど、完全にこのシーンを織り交ぜてくるってことは、何かを感じさせたいわけだと思うんですよ、川瀬監督は。で僕が感じたのはやっぱりその ただ二人して雨宿りをしただけとは思えなかったんですで何かあったのかなっていうふうに思ってしまったんですね。でそれをですね、そのお母さん、亡くなった国村純さん演じるお父さんのお母さん、おばあちゃんですよね、おばあちゃんは何も言わないんですけど、何かを分かってるような表情するんですよ。っていうか全てを分かってるような表情するんですよ。口には出さないんです、それを。全く口にも。でまたそれがリアルに見えるんですよね。でおそらくこういう家庭、こういう家族構成というか、こういうシチュエーションっていうのはたくさんあったと思うんです、昔。だってね、やっぱりね、その今は核家族で、まあ夫婦と子供だけが一緒に住むっていうことが多いじゃないですか。だけど昔はそのお母さんだったりとか、例えばね、自分の旦那さんの兄弟とかがたくさん住むっていう大家族ってやつですね。そういった絵がたくさんあったわけですよ、特に田舎なんてね。まあそれは今でもあると思いますけど、二世帯住宅なんて言葉なかったですからね。そんなの当たり前みたいな感じだったし、二世帯三世帯が一緒の家に住むなんてこともあったわけですから、そんな状況だと、やっぱりこういった人間、それぞれ人間ですし、血のつながってない女性がその一家の中に入ってきたりとかするわけですよ。そうすると、なかなかね、公にはできないことっていうこともあったんじゃないかなと思うんですよね。だやっぱりその村単位での噂になったりとか、それこそあげればね、たくさんあるような村だけの話でですよ、たくさん、ある話、噂話みたいなのはたくさんあったと思うんです。で実際こういう話っていうのはたくさんあったと思っていて、だからその表面的に見ると素敵な恋のストーリーには見えるんですけど、いや実際そんなことなくて、これってとんでもなく深い人間の内面を描いた作品だなと思ったんですよね。なんかね、純文学読んでるみたいな感じがしたんです、僕は。近代文学というか昔のね、
まあそれこそまあいろいろあるじゃないですか、谷崎とかね、まあ芥川とか、三島とかね、なんかそういう文学を読んでるような気に、読んでるとか、そういった作品を映像化したような気になってしまうぐらい、その人間の内面を描いてて、すげえ作品だなと思ったんです。2回目でね、2回目。なんかその、表面的にストーリーを語るのは簡単なんだけど、その奥にある、20にも30にも奥に隠されている内容っていうのが僕にはあるように見えて、それはどうか分かんないですよ。僕が今話したのは僕の勝手な想像ですから。ただ見ててそういうふうに思ったんです。それが見えてしまったんですよ。だから、そこですごいなと思ったんです。すげえ作品だな、この、これを27歳の女性が、河瀬直美監督が、描くって、すごいなと思ったんです。これ偶然にこんな映画ができるわけないし、やっぱり、練りに練って、作った作品だと思ったんですよね。じゃないと、ここまで計算して、ある映画っていうのは出来上がらないんじゃないかなと思ったんですよね。一見無駄に見えるようなシーンでも全然無駄じゃなくて、むしろ無駄なとこなんて全くないみたいな映画だったんで、うわすごーと思って、で表面的な部分でもとても感動は得られるんですけど、その内面を探ることによって、その表面的なものがもっとこう深いシーンに見えたり別れに見えたりして、なんちゅう映画作るんだと思いました。やっぱね、河瀬直美監督すごいなと思いました。で僕はね、その作品以外で、朝が来るっていう作品も見たんですけど、この朝が来る来るっていう作品はもともと原作があるんですよ。その原作を映像化した。で、僕は両方読んだし、朝が来るって読んだし、映画も見たんですね。で結末がやっぱ違って出たんですよ。ちょっとそこは定かじゃないですけど、僕は違ったっていう記憶があって、それを人に話した覚えもあるんで、おそらく違ってるっていう、ちょっとね結末忘れちゃったんですけど、映画の方は覚えてるんですけど、小説の方の結末忘れちゃったんで今はっきり言えないんですけど、だけど違ったと思うんですよ。でそれはね、両方とも僕は感動したんですけど、この作品はもともとその原作っていうものがないもんですからね、これを彼女自身が脚本なりなんなりして監督してってやるって、相当な才能だなと思いましたね。びっくりしました。なかなかね、これ見る機会のない映画だと思うんですけど、1997年の作品なんですよ。で、配信で見かけることもあんまないし、僕はレンタルで借りていたんですけど、もしよかったら見てほしいなって思いますね。ただ僕結構もう今ネタバレで話してしまったんで、ネタバレかもわかんないです、僕の想像なんでね。ただストーリー的には単純なストーリーなんですけど、なかなか映像とか言葉で語られてない
ナレーションとかで語られない映画なんで、もしかすると人によって捉え方が全然違うし、いやそんな映画じゃないよっていうふうに僕が言われるかもしれないし、うん、だからネタバレもクソもないような感じなんですけど、何か得る作品では僕はあると思うんで、うん、本当よかったら見てほしいなと思いました。でこれは今この時点でこういう感想を持ってるっていうのをね、この映像で残したかったんですよ。また後々ね、僕自分で見てが、こんな、うん、稚拙な解釈してんだなっていうふうに思うかもしれないし、そういったこともね楽しんで見たいなと思うんで、ちょっとこう動画に残してみました。でこれからもちょっと見てね、良かった映画、まあ過去の作品とかもね見ていこうと思うんで、なんかおすすめの映画とかあったら紹介してみたいなと思ってます。朝が来るっていう作品はね、僕感想とか出してるんですよ。その当時一昨年かな見て、でそれを感想動画に残してるんで、自分何言ったかもう全然覚えてないですけど、それがやっぱ残ってると、まあ例えばね、今なもう一回見直してみてとかっていうのもできるんで、まあなんか自分のためみたいな感じですけど残してみました。はい、まあよかったら見てください。はい、以上になります。ありがとうございました。